演舞開演。どうも、本日は こちらファミリーマートのキャラメルカフェを食べたいと思います。先日のキャラメルサンドに引き続いてのキャラメル、ちょっと形が残念なことになっていますが、本当にこれ課題なんだよな。でも美味しそうですね。やっぱりどんな風にキャラメルを味わえるのか、いただきます。本当にほろ苦くて大人の味わいですね。上のプリンと下のソース、キャラメルとカラメルといった感じのカフェでしたが、下のカラメルが少々存在感が弱い気がしますね。でも上のキャラメルはとっても濃厚で、ほろ苦くほろ甘くて、この前のプリンと同様とっても美味しかったです。アーモンドスライスの食感もしっかり感じられたので、こちらの点数とさせていただきました。では夕立ちを恋の合図にしたいかな。一体いつになったら恋ができるんでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。